はい、皆さんこんにちは、さくやです。さあ今回はリゼロコラボ2ですね。リゼロから交わる白猫生活2ということで、今回はこのガチャね、引いていこうかなというところで、ファミ通ねによると、一応全キャラ一応ね評価は 金色になってたね。でレムだけがちょっと突出してる感はあるかなというところ。ただね、更新一番最初はエミリアがちょっとね評価低かったんで、その辺がちょっと微妙なところはあるんだけど、お任せください。まあ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 、今回はジュエルがね豊富にあるということで、で確定もねあるけど、下がりなさい。そこまでいかなくてもまあ2キャラぐらいは出るんじゃないかなっていう感じで、今回は軽い気持ちでいきましょう。おそらく正月ぐらいでね着馬も来るであろうと考えると1ヶ月で、まあそうだね、ジュエルの配布量めちゃくちゃ少ないんで、よくて2000個増えるかなぐらいなんでね、まあ使える量はあんまりないんですよね結局のところ。ということで、お任せください。ちなみに一旦単発無料はスタールーンでした。ということでやっていきましょうまあまあまあ、いきなりねそんな出ないよということで、まあ一発目は爆死ということで、爆死、まあスタールーンか、サクサクいきましょう。マジか、なんかもうテンション下がるよなこれは。誰が来たと思う？力を振りしましょう。マクラーレンが来ましたね。よしよし、よくないけどよし。そうだね、でね、今回追加になったキャラね、まあスバルは雑魚だったんだけど、まああのラムがとりあえずね、なんか単発強いけど、なんていうの、殲滅力がないというか、まあそういうところがあるのでね、ちょっといまいちなんだけど。あ、ボスに対してはいいのかな。おい、来たよ。一応開幕評価が一番当たりのレブ、ありがとうございます。マジか、やったぜ。一人でいいっつーな。まあそのうちいつか、ていうかなんか最近リゼロのコラボ多いですよね。バンドリでもやってるしね。ってことでレム一番大当たりかな。もう最近ね双剣引けてないから、ちょっとね、まあいまいちって言われてても、ちょっとラムはちょっと欲しいなっていうところはあるので、もう1回ぐらい、2回ぐらい行こうかな。もうはぁってしか言いようがないね。というわけで、もう次で、あ、でももう1000個使っちゃったのか。やばいな、これで来なかったら結構ショックだよ。まあメモソぶっちゃけいっぱいあるんだよねショックだな。お前金1個しかなかったね今ね、パッと見。まあ1個しかないわけじゃなかったか。わけで、まあ、一番大当たりが、来たので、まあ、よかったなって。4キャラいるのに、でもなんか、まあ、1ヶ月あれば着馬までに、あれキャラまあ結構多いんでね、まあまあまあちょっと回収できるんじゃないかなってことで、もうこれラスト回にしとこうかな。止まらないぜ、なんか。あっしゃ、なんか2回ぐらいロード来たんじゃない今やめようかなと思ったけど、ちょっと続けてよかったかもしれない。ただね、たまにキャッシュ消えてる時が。おし、オッケーオッケー。エミリア開幕評価はいまいちだったんだけど、なんか一応キーになってたんでね、よかったなと。あーちゃんも最近、っていうか最近ギャッチャッチャね、あんまりスルーリーになったからね。まあまあいいんじゃない。郵便屋さんですよ。ちょっと絶望したわ。ということで、まあ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 、ちょっとな、杖欲しかったんだけどな。
まあいいや。ということで今回はこんなところで、まあ一番当たりが出たらその対局のキャラも出てしまうということで、まあ今回はこんなところでね終わりにします。ということで今回はここで終わりにします。よかったらぜひコメント、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回何かの動画でお会いしましょう。今回はこの辺で。